どうも、カタラクトです。今回は食べてるのに勝手に痩せてく初心者向け食事法というテーマで話していきたいと思います。まあ初心者向けとは言ってるんですけど、他の人、ダイエット経験者の人にも役立つと思います。これまでダイエットで食事制限で苦労してきたという人はぜひ参考にしてみてください。で、結論から先に言うと、その方法は痩せる日と食べる日に分けるですね。一般的にダイエットといえば毎日痩せる日、つまり1日も休まずに食事制限をする人が多いんですが、僕は例えば2日食事制限を頑張ったら1日休むといった感じに、適度に休みを挟むことをお勧めします。で、僕が毎日の食事制限をお勧めしない理由は大きく2つあります。1つ目は少ない食事量に耐えることができない。まあ、それためにはカロリーを抑えなきゃいけない、つまり食事量を減らさないといけないんですけど、そうなるとやっぱお腹空いちゃうんですよね。単純に食べてる量が少ないんで。あとはカロリーを目標通りに抑えなきゃいけないので、好きなものを食べられない。まあ、お菓子とかラーメンとかジャンクフードとか、そういった高カロリーの食品食べたらすぐカロリーオーバーしちゃうんで。で、2つ目が終わりが見えずやる気が保てない。毎日食事制限をすればまあ痩せるんですけど、だんだんといつになったらお腹いっぱい食べられるんだって悩み始める人が多いんですよ。いや、このまま一生少ない食事量で我慢するのかみたいな、この悩みが頭の中ぐるぐる回り始めて、で結局痩せるの諦めちゃうんですよね。もうどうせ食べられないんだったらもういいや、知らんみたいな投げやりになっちゃうみたいなね。で、この2つが僕が毎日の食事制限をおすすめしない理由ですね。まあ、シンプルに言うと、ストイックすぎて続けることができないと。特にダイエットに慣れてない初心者の人はそうだと思います。で、これを解決するのが痩せる日と食べる日を繰り返すということです。これをすれば、もし食事を抑える日に、ああちょっとお腹空いたらもっと好きなもの食べたいなと思ったとしても、その後食べる日が控えているおかげで、まあでも明日は食べれるから今日は頑張るかみたいな感じになんとか乗り切ることができる。あと2つ目の終わりが見えずにやる気を保てないってのも解決できる。食べる日を定期的に設けているので、いつになったらこの少ない食事量から脱出できるんだってのがなくなるんで、まあ例えるなら社会人ですかね。365日休まず働けって言われたらやっべえなってとか、そんな続けられる気がしないんだけどって思っちゃうじゃないですか。ブラックすぎると。まあでも平日休んだら土日休んでも OK よって言われたら、あ、まあそれなら乗り切れますよねってなるじゃないですか。リフレッシュできる休日があるわけなんでね。もうこれとダイエットは同じなんですよ。まあ社会人の人は痛いほど分かってると思うんですけど、休みがあるってのはすごい大切なことなんです。心と体の健康のためにもね。まあなので毎日ぶっ続けで食事制限を頑張るんじゃなくて、数日食事制限を頑張ったら休憩、食べる日を設ける、でまた頑張るってのをおすすめします。で、このように話すと、食べる日を設けたら痩せなくなっちゃうんじゃないのと考える人も多いと思います。痩せるのに時間かかっちゃうのやだなと心配する人もいるでしょう。で、結論から言うと、それ心配しなくて大丈夫です。問題なく痩せますし、短期間で結果を出すことも可能です。実際に僕今回紹介した方法で10日間ダイエットをしてみたんですよ。で、結果は体重マイナス 3.5kg。 まあ短期間の体重の減少は水分の影響もあるので、まるまる脂肪で落ちたとは言えないんですけど、見た目は明らかに引き締まってきたと感じています。実際にダイエット効果があったわけですよ。この10日間の間で贅肉もつまみづらくなりましたしね。まあ、なので食べる日をたとえ設けたとしても、そんなにダイエットに悪影響がないってことはまあ確実だと思います。で、具体的な今回の方法の始め方なんですけど、大きく手順は3つですね。1つ目がまず痩せる日のカロリー、タンパク質を決める。まあ、ダイエットではカロリーを抑えることとタンパク質のことがめちゃくちゃ重要なので、まず自分がダイエットの日、痩せる日にどれぐらいのカロリーを摂ってタンパク質のかを決めた方が良いです。で、目安を言うと、男性は1日の摂取カロリーが1700から2600キロカロリー、女性は1200から1600ですかね。で、タンパク質は男性120から220グラム、女性は80から140グラムぐらい、この範囲に収めると良いと思います。で、手順の2番目が食べる日のカロリー、タンパク質を決めるですね。まあ、いくら食べる日だからといって食欲任せにうわーって食べ過ぎたらカロリー取りすぎになっちゃうんで、まあ、適度にカロリーを取るっていう風にした方が良いです。で、具体的な数字は、男性は痩せる日プラス600キロカロリー、タンパク質マイナス 20g ですね。で、女性は痩せる日プラス400キロカロリー、タンパク質マイナス 10g です。まあ、カロリーがこれぐらいのプラスであれば太る心配は全くいらない。まあ、タンパク質量を下げてるのは、食事を増やした分筋肉が低下するリスクが減るので、まあ、タンパク質量も減らしていいかなっていうのと、タンパク質を減らした方が食事の自由度が増すので、例えば高タンパクな食事をしようって言ったら、どうしても炭水化物脂質取れなくなっちゃうじゃないですか。なので、食べる日はタンパク質目標量を下げてあげることで、まあ、より好きな食べ物、まあ、お菓子、ドーナツとかラーメンとか、それでもいいんですけど、まあ、それらの食品を食べれるようにしてあげるって感じですね。で、手順3番目が、痩せる日食べる日のスケジュールを決める
です。痩せる日食べる日のスケジュールを事前に決めておかないと、まあ、毎日食べる日になっちゃう人もいるんでね、逆に毎日痩せる日食事制限ぶっ続けでやっちゃう人がいるんで、事前にいつは痩せる日、いついつは食べる日と決めた方が良いと思います。まあ、そのスケジュールは結構自由なんですけど、僕がこの前ダイエットでやったのは痩せる日、痩せる日、食べる日、痩せる日、痩せる日、食べる日みたいなサイクルですね。である程度時間かかっていいけど、もっと食事を食べたいという人は痩せる日、食べる日、痩せる日、食べる日といった感じに交互に繰り返すのでももちろん OK です。他にも社会人で平日仕事をしていて、で平日仕事が忙しいから、まあ、食事に時間を割く時間がない、食事制限を楽にできるという人であれば、平日5日間は痩せる日、食事を抑えて、休日2日間は食べる日、食事量を増やすってのも OK です。もちろんこれ以外の方法でも OK、 自分のライフスタイル、仕事に合った食べる日、痩せる日を設定するようにしてみてください。まあこんな感じでしょうか。なるべく早く痩せようとぶっ続けで食事制限をする人とても多いんですけど、結局それが原因でストレスが爆発して食べ過ぎちゃいました、ダイエット失敗しちゃいましたっていう人もめちゃくちゃ多いんですよ。まあそうなるくらいなら事前に食べる日を決めちゃって、適度にリフレッシュしながらダイエットをすることをおすすめします。まあこれが継続のコツですかね。さっきも例に出しましたけど、ブラック企業で365日働き詰めになるよりは、土日休みでしっかりリフレッシュをしながら働いた方が長く働けるじゃないですか。そういうことです。まあぜひご自身のダイエットに役立ててみてください。